割とすぐマリルのメスが出てきたなので今ね花の園の強化もしてるんやけど捕まえていこうと思います。よし、あ、待って、危な、倒しちゃうかと思った。では早速モンスターボールぶん投げて捕まえます。いけ、え、待ってね、そしたらマリルの名前を考えないといけない。よし、あっさり水ネズミポケモン。はい、そしたらちょっとシンキングタイム、いつも通り取ります。いやー、よかった、マリルゲット。水タイプがここに来て、来たわ。迷うまでもなかったわ。あのマリル、まあマリルリが推しなんですけれども、やっぱマリル、マリルリって言ったら玉やからね。もうそしたらこれしかないですわ、源氏物語の感銘で。マリル、マリルリに合うっていうのは玉か。ずら、玉かずらしかないですね。玉かずらは、あの、人の名前でもあります。光源氏の、まあ、ライバル、遠野中将と夕顔ちゃんの間にできた子供で、ずっと美しの国に玉かずらちゃんはいたんですけれども、あの、京都のね、六条院に来ることになって、光源氏が父親代わりをするという。そして玉かずらちゃんには、玉かずら十条っていう、玉かずらにフォーカスした、シンデレラストーリーもあったりして、結構重要な、あの、かわいいかわいいお姫様です。もうマリルリに